ちょっとねポイントを変えました。ここは車屋さんとか、ビデオ屋さん、まあ、いろんなお店がひしめいてるとこですね。ちょっとした隙間でやります。よいしょ。高知白バイ事件を解決、そして、脱原発藤島でございます。どうもお疲れ様です。この県会議員選挙では高知市でね、15人当選する、まあ、全体で40人ぐらいの県会議員が当選するわけでね、私この高知白バイ事件を解決、そして脱原発ということでなんとか仕事ができる、立場に置いていただきたいなというふうに思っております。この12日投票なんですけれども、構わない方はね、すぐにでも期日前の投票に行っていただきたい。私はもうこのまま同じようにね、看板を掲げて高知白バイ事件、これはまあ司法改革ですよね。警察、検察、裁判所が私たち個人の基本的人権というものを守って、そして警察の中で起きた犯罪ももみ消さずにしっかりと処罰できるようにしていく、まあ、当たり前のことなんですけど、残念ながらこの高知白バイ事件というのは高速で危険な訓練をしていた白バイ隊員がスピードを出しすぎて亡くなった、この白バイ隊員にね保険をかけていなかったから、県警本部長が止まっていたスクールバスの責任にして1億円の保険金を騙し取った、まあ、こういうね1億円保険金詐欺、このことをずっと隠しているわけなんですね。しかも当時の2006年3月の県警本部長が自分の上司にあたる警察庁の交通局長、このミスだった、これを守った、で自分が今その警察庁の交通局長に上り詰めて出世をしている、まあ、こういうね自分たち警察が自分たちの犯罪をごまかし合ってかばい合ってそして出世していく、まあ、こんなことがあってはいけない。私たちはしっかりと主権者国民として警察や検察裁判所、こういうね組織というのは放っておいたら必ず腐るんです。やっぱり改革、手術が必要、そして見張っていかなきゃいけない、意見を厳しく言うものがなければいけない、まあ、今高知県の県会議員40名近くがまた当選をしてくるわけなんですけれども、こういう高知白バイ事件の司法改革についてで厳しく言う、この役目として藤島を一席一人、高知県議会に送ってほしい。私は個人で組織に属していませんので、選挙はね本当に弱い、また負けるのか、また落選かとね言われてますけど、いやいや今度はねなんとか最後の最下位の、ね、一つの席にしがみついてなんとか当選をしたい。もうぜひとも今回は今度こそ当選をさせていただいて仕事をできるようにさせていただきたい。仕事はしますよ、ね、仕事場があればなんとか仕事場を皆様に与えていただきたい、まあ、これまでの市民活動家として培ってきた実績と経験で、とにかく国民の皆様、庶民の皆様、私自身が庶民ですから、庶民の代表としてどうもありがとうございます。庶民の代表として一生懸命やっていきます。ぜひよろしくお願いいたします。まあ、そしてこの高知白バイ事件、それから脱原発、この脱原発というのはね皆さん、原発がなくなると電力不足になると言っていた大嘘、まあ、これがバレてまだねやってるのが、原発再稼働しないと電気代が高くなる、あどうもありがとうございます、ね、そういうこと、ありがとうございます。電気代が高くなる、あれね大嘘ですよ皆さん。関西電力は原発を持っているから電気代が一番高い、ね、沖縄電力は黒字、原発じゃないから、いいですか、
原発のない電力会社が黒字で電力代金も安い。関西電力は、まあ、東電は、東京電力もね、原発事故を起こしてしまったから、もう赤字まみれで国営になってるわけなんですけど、関西電力は、原発をたくさん持っているから、一番赤字が大きい。そして、電気代も高い。世界で一番高い電気代を払っているのは、関西電力の電気を供給してもらっている人だったんですね。だから、この、原発の再稼働をしなければ、電気代が高くなるっていう、この親嘘。これをですね、皆さん、自民党も公明党も、安倍政権に属している人たちは、きちんと庶民、我々に説明してくれないわけですよ。え、原発がなくなると電力不足になるという嘘。そして今度さらに、原発を再稼働しないと電気代が上がるという嘘。まさに今政府が沖縄の問題で、普天間の基地が危険だから、普天間の危険性を除去しなきゃいけないと言って、沖縄県民に米軍基地を押し付けようとしている頭ごなし、まあ、こういう無体な無理な、そして嘘にまみれたこの政府のやり方、こういったものに私たちはもうダメ出しをすべきです。この今回の統一地方選挙は地方議員の選挙だけれども、安倍政権につながる自民公明党の政治家の皆さんの今までやってきたことをきちんと我々国民がダメ出しをするときなんだと、この統一地方選挙でぜひとも安倍政権に対する不信任を突きつけてほしいというふうに思っております。まあ、変わらずにこの高知白梅事件を解決する、そして脱原発やってまいります。ぜひこの藤島に一票を投票してください。そしてお友達に声をかけてください。選挙に行かないというのはね、ありえないです。もうね、面倒くさくても何でも、とにかくね、期日前もありますから行ってください。そうしないとこういう悪い安倍政権というのがね、暴走するのは、それは国民が政治を諦めて選挙に行かないから、そういう安倍政権、こういう政府の人たちは国民が見張っていないから抜け抜けとこそこそと悪いことを進めるんです。この今回の統一地方選挙でありがとうございます。今回の統一地方選挙でやはり安倍政権に対してですね、皆さんがノー、ね、安倍政権をきちんと反省を求める投票行動に移さなければいけないということなんですね。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。どうも、高知市の場合、そして脱原発の藤島でございます。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。まあ、今度ね、まかなく戦か、いや、なんとか当選したいと、頑張ります。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。ポイントを変えてね、演説をしました。じゃあ、今日はね、夜なんか、もう一度ね、放送しますのでね、よっこしょ。
ちょっと、じゃあ流していこうか。よいしょ。よっ。バッテリーあるから。よし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 。なんか、明かりが溢れるところに。ありがとう。6時、7時。ちょっと誤差でキョロキョロっとしてみます。ポイントがあるかもしれない。はい。誤差のあのサニーマートの交差点と。どうもこんにちは。お疲れ様です。藤島でございます。高知白バイ事件を解決する。そして、脱原発、藤島でございます。よろしくお願いいたします。昨日作っとった手作り感満載やどうもお疲れ様です。藤島でございます。家内がね、うんと嫌う。俺も親父もね、段ボールを切って貼ったりとかよ貧乏くさい言うて貧乏やもしゃあないやんか。使えるもんは使わないから。そうそうそう。まあ、この安倍政権というのは本当ひどい話でね、この統一地方選挙に勝ったら消費税を上げる、憲法改正に突き進む、何を言ってるのかと思いますけどもね、もっと国会でしっかりと審議をして、中東のね、 ISIL の問題、過激派組織の問題についても、もう野党がだらしない、マスコミは本当に安倍政権に牛耳られているということで、私はもう安倍政権大嫌いで、安倍政権に対する不満がたらたらでね、まあ、統一地方選挙、やはりね、同じ気持ちの人がいっぱいいると思うので、そんな国政のことを言ったってダメだと、県政のことを言えと、そんなやつは知らねえという人はそれはもうしょうがないですけど、どうもこんばんは、藤島でございます。やはりこの安倍政権に対する批判をですね、きっちりと拾っていきたいなと。皆さんの気持ちをですね、いただいていきたい、受け止めていきたいというふうに思いますけどもね、やっぱり安倍政権、このひどい政権に対する気持ちが皆さん渦巻いている。まあ共産党にね、入れてみたいと思う人は入れればいいだろうし、安倍政権は大嫌いだけども、いや共産党とはあんまり縁がないなという人は、この藤島にぜひお願いをしたい。脱原発、そして高知白バイ事件を解決する藤島でございます。まあ、今ね、なんとなく皆さんの気持ちが、これ選挙中盤、ちょうど中日、9日間の選挙で、今日5日目、まあ、ちょうど中日なんですけど、私は長いこと選挙やってるんでね、なんとなく皆さんの気持ちが分かる。誰に入れても政治は変わらない。まあ、行こうかな、行く前かな、自民党、野党はだらしないんだけど、自民党なんか安倍さんも戦争に突っ走りそうで怖いしなと、どうしようかなって、まあ、そういうね、皆さんの有権者のこう迷う、漂う気持ちっていうのがね、非常に私はよくわかるんですけど、まあ、ぜひこの藤島を一回やらせてみてください。いい仕事してますねって、いい仕事してますねっていうね、あれ骨董市じゃなかった、何やったっけ骨董市じゃないわな、あれ何やったっけ、何でも官邸だね、いい仕事してますねっていうね、何でも官邸団のね、官邸士がうなるようなね、そんな仕事をこうしてみたいと思いますけどもね、なんとか藤島にこの仕事をさせてください。よろしくお願いいたします。高知白バイ事件、そして脱原発、藤島でございます。もうぜひ一度ね、私に仕事をさせていただきたい。なんとかこの15位、落選か15位か、どっちかですけどもね、本当にギリギリですが、よろしくお願いいたします。藤島でございます。どうも、こんばんは。藤島でございます。藤島でございます。どうも、お疲れ様です。やっぱり、この時間帯やな。こっちやね。よし。こっちへ行かない、こっちへ、よっ。
その iPhone 撮って自分が映らんようにひねって両手でひねって撮って、ああそれで映る、ああそれでいいか、ああそれで運転できる、はい、どうもお疲れ様です、藤島でございます。どうもこんばんは、お疲れ様です、藤島です。高知白バイ事件を解決する藤島でございます。どうも藤島でございます。よろしくお願いいたします、藤島です。この流れ、これ寒かったらこれ膝当て当てちゃうけど、ああ、了解です。うん、こうやって当てちょっとだいぶ違う。電車通り出ます？うん、どう行こうかな、うん、このまま電車通りの方行ってみろ、うん、大通りを行こう、はい。どうもお疲れ様です、藤島でございます。ほんでね、右の車線を走って。わかりました。藤島でございます。まあこのね、また落選か藤島はなんて言われてますけど、なんとかね今回は最下位で、ビリッケツでも当選をしたいな。まあぜひ仕事をね一度させて、ください。いい仕事しますよ、はい、よろしくお願いします。本当ね、いやもう本当に笑うしかないぐらい頑張ってますんでね、よろしくお願いします。もう藤島でございます、よろしくお願いいたします。自分で笑ったらやわな。どうもお疲れ様です、藤島でございます。高知白バイ事件を解決する、そして、脱原発、藤島でございます。どうも藤島でございます。どうも藤島です。こんばんは、お疲れ様です。高知白バイ事件を解決する、そして、脱原発、藤島でございます。どうもよろしくお願いいたします。こんばんは、お疲れ様です、藤島です。高知白バイ事件を解決する、そして、脱原発、藤島でございます。まあね、藤島また落選かとか言われてますけどもね、まあ個人でやってますから組織はないですから、確かに選挙は弱い。でもね、ぜひ仕事させてください、本当に頑張ります。藤島でございます。どうも藤島でございます。お疲れ様です、藤島でございます。高知白バイ事件を解決する、そして、脱原発、まあ、今回ねまた落選かあるいは最下位か当選か、あ、西森さんどうも失礼します。藤島でございます。どうもお疲れ様です、藤島でございます。どうも藤島でございます。どうもこんばんは。高知白バイ事件を解決する、そして、脱原発、藤島でございます。どうもよろしくお願いいたします。こんにちは、藤島です。高知白バイ事件を解決する、そして脱原発、ぜひよろしくお願いいたします。藤島でございます。どうもぜひね仕事をさせてください。頑張ります。一度ね藤島に仕事をさせてみてください、よろしくお願いいたします。高知白バイ事件を解決する、そして脱原発、藤島でございます。どうぞよろしくお願いします。藤島でございます。高知白バイ事件を解決する、そして、脱原発、この藤島にぜひ一度お仕事をさせてください、よろしくお願いします。今ね藤島また落選か、いや最下位当選か、まあ、ギリギリで、ぜひ一回ね藤島に私に仕事をさせてみてください、よろしくお願いいたします。高知白バイ事件を解決、そして、脱原発、どうもお疲れ様です。どうもお疲れ様です。どうも藤島でございます。こんばんは、藤島でございます。高知白バイ事件を解決する、そして、脱原発、藤島でございます。よろしくお願いいたします。どうも、いや今日は風が冷たいですね、なかなかね。藤島でございます、よろしくお願いいたします。この県会議員選挙、今日はね真ん中中日、あと4日ね頑張ります。高知市県会議員は15人、まあ全体では40人ぐらいですよね。この県会議員選挙、いろんな方がいますけども、ぜひこの藤島に一度お仕事をさせてください、お願いします。まあ、私はこの高知白バイ事件を解決する司法改革ですよね、ありがとうございます、
手を振っていただいて車の中からしっかり見えました。ありがとうございます。まあ、そこのね、高知白バイ事件というのは司法改革、このね、まず大スタート、一段目のスタートなんですね。警察が、検察が、裁判所が自分たちの犯罪を隠して自分たちの組織の利益を守っていく、個人を踏みにじる、こういうことでは司法改革は手につかない。だから私はこの高知白バイ事件をまず第一にやっていきたい、という島でございます。そして脱原発、このエネルギー問題というのはですね、お金になるから嘘が多い、自民党も、ね、公明党、安倍政権に連なる方々は、まあ、とにかくこのエネルギー問題、脱原発の問題で嘘が多いんですね。個人的には脱原発とかね、もうやめていただきたいな。やはりこの安倍政権が原発再稼働しないと電気料金が高くなるっていうのは、これはもう真っ赤な嘘で、関西電力は原発がたくさんあるから電気代が世界一高いんですね。藤島でございます。どうもお疲れ様です。藤島でございます。高知白バイ事件を解決する、そして脱原発、藤島でございます。どうもこんにちは、藤島でございます。お疲れ様です。どうもお疲れ様です。この藤島に一度ね、仕事をさせてありがとうございます。どうもたくさん手を振っていただきまして本当にありがとうございます。頑張ります。ぜひこの藤島に仕事をさせていただきたい。しっかり頑張ります。まあ、一度ね、この藤島試してくださいませんか。一度この藤島にね、仕事をするチャンスを与えていただきたい。いい仕事しますよ。本当に頑張ります。ね、皆さんよろしくお願いします。まあ、県会議員40人近くいて、そして高知市では15人の県会議員が当選する。まあその中に一人、このね、藤島みたいに、生きのいいのがいてもいいじゃありませんか、皆さん。ぜひ、この私にね、一度仕事をさせていただきたい。よろしくお願いいたします。藤島でございます。まあこの藤島、個人でやっておりますので、組織がない単独の候補ですから、選挙に弱い。ねえ、また落選かと言われてますけど、なんとか今回は最下位、ビリの可能性があります。まあ、15人当選する選挙で、15、16、17位、まあ、このぐらい非常に混戦だと思っております。まあ、なんとか最後の15番目で、最下位での、それでも当選を勝ち取りたい。なんとか仕事がしたい。仕事をさせてください。高知白バイ事件を解決する。司法改革ですね。そして脱原発、エネルギー改革。やはりこのことをきちっとね、私に仕事をさせていただきたいというふうに思っております。あ、すいません。久保さんがやってるところ。いつもすいません。お邪魔して申し訳ないです。失礼します。どうもこんばんは。藤島でございます。どうもお疲れ様です。藤島でございます。ありがとうございます。一度このね、藤島にぜひとも仕事をさせていただきたい。藤島でございます。高知白バイ事件を解決する。そして、脱原発、藤島でございます。よろしくお願いいたします。どうも、お疲れ様です。まあ、私は一人で、組織がありませんから、たった一人で組織に立ち向かっておりますけれども、必ずやり遂げます。ぜひ一度仕事をさせてください。藤島でございます。よろしくお願いします。どうも、お疲れ様です。藤島です。藤島でございます。よろしくお願いします。高知白バイ事件を解決する。そして、脱原発、藤島でございます。どうも、よろしくお願いいたします。高知白バイ事件を解決する。これは司法改革の、まあ、第一スタートですよね。白バイ事件。警察が、検察が、そして裁判所が、自分たちの犯罪を押し隠す。そのために、個人を、牢屋に入れてしまう、こういうことはあってはならない。司法改革のまず第一のスタートとして、この高知白バイ事件を改革、高知白バイ事件を解決させてほしい。まあ、ぜひこの藤島に何卒一度仕事をねさせてください。必ずや皆様の役に立つ仕事をしてまいります。藤島ね、個人でやってますから、なかなか選挙は弱い。また落選か。あの藤島はまた落選かと言われてますけど、いやいや、なんとか今回はね、しがみついて、最後の最下位で、
15人当選しますのでね、まあ、現職が14人いますけど、なんとか15番目、ギリギリ、どうも、いつもお疲れ様です。ありがとうございます。どうもお疲れ様です。ありがとうございます。藤島でございます。どうも、ありがとうございます。今度は、なんとか当選を目指して、頑張ります。藤島でございます。で、また落選か、藤島は、なんて言われてますけど、いやいや、最後の15番目、最下位でも、ビリケツでも当選したい。藤島でございます。どうも、藤島でございます。お疲れ様です。まあ、一度ね、私に仕事をさせてください。いい仕事します。必ずお約束をします。今までもね、変わらずに訴えてまいりました。高知白バイ事件を解決する。そして、脱原発。この高知白バイ事件、司法改革。そして、脱原発、エネルギー改革。まあ、このことをね、専門家として、しっかりとやっていきたい。ぜひ、よろしくお願いいたします。藤島でございます。高知白バイ事件を解決する。そして、脱原発、藤島でございます。どうも、お疲れ様です。どうも。今日はね、なかなか風が冷たいですね。すいません、声がなんかしゃがれた声になっちゃって。この、高知白バイ事件を解決する司法改革、そして、脱原発、エネルギー改革、どうもお疲れ様です。このね、仕事を私にやらせていただきたい。県会議員はね、40名近くいますから、その一席を私に与えていただきたい。高知市の県会議員選挙は15人が当選する。まあ、藤島、また落選かとか言われてますけどもね、いやいやいや、もうなんとかこの15番目で、最下位で当選を目指して、とにかくしがみついて仕事ができるように頑張ります。よろしくお願いいたします。ね、一度私にやらせてみてください。いい仕事します。必ずや皆様のために役立つ政治家となって、仕事の報告をさせていただきます。藤島でございます。高知白バイ事件を解決する。そして、脱原発。必ず皆さんのお役に立つ。そういう政治家になります。藤島でございます。高知白バイ事件は司法改革のスタート。警察の悪事を揉み消す。そういうようなことがあってはいけない。藤島でございます。どうもお疲れ様です。ぜひ一度私に仕事をさせてください。藤島でございます。どうもお疲れ様です。高知白バイ事件を解決する。そして脱原発。必ずいい仕事をします。ぜひ私にね、一度仕事をさせてください。チャンスをください。よろしくお願いいたします。藤島でございます。ね、また落選かとか言われてますけどもね、いやいや、最後まで頑張ります。必ずや最下位で当選でも、とにかくしがみついて当選をして仕事をしたいというふうに思っております。一度私にね、仕事をさせてください。よろしくお願いします。高知白バイ事件を解決する。そして脱原発、藤島でございます。どうもこんばんは、お疲れ様です。よろしくお願いいたします。どうもお疲れ様です。藤島でございます。高知白バイ事件を解決する。そして脱原発、藤島でございます。どうもお疲れ様です。よろしくお願いします。藤島でございます。どうもお疲れ様です。高知白バイ事件を解決する。そして脱原発、藤島でございます。どうもよろしくお願いします。一度ね、私に仕事をさせてください。よろしくお願いいたします。もうこの高知白バイ事件、司法改革、そして脱原発、エネルギー改革ですね、必ずやっていきたいと思います。藤島でございます。うん、ありがとう、ありがとう。その、ま、前を消してちょっとお茶取って、うん、それはいらない。よし、サンキュー。風が入ると余計喉が枯れる。どうもお疲れ様です。藤島でございます。高知白バイ事件を解決する。そして、脱原発、藤島でございます。よろしくお願いいたします。どうも藤島でございます。どうもお疲れ様です。藤島です。どうもお疲れ様です。藤島でございます。高知白バイ事件を解決する。そして脱原発、藤島でございます。どうもお疲れ様です。この高知白バイ事件というのは司法改革のスタートラインだと思っております。検察が裁判所が、私たちが雇っている公務員としての司法官僚が自分たちの罪を隠す、そのために民間人を冤罪につける、まあ、こういうことを許してはいけません。
この国の司法が腐れば、私たちの一人一人の権利を守る、その組織が腐っては何ともならない。高知白バイ事件解決、これは司法改革のスタートです。よろしく仕事をさせてください。藤島でございます。そして脱原発、エネルギー問題、このね、政府の嘘にまみれた、安倍政権の嘘にまみれた原発推進、これをね、必ず止めなきゃいけません。私たち地方から声を出さないといけない。脱原発、そして高知白バイ事件を解決する藤島でございます。ぜひこの藤島に仕事をさせていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。どうも藤島でございます。こんばんは、藤島でございます。よろしくお願いします。高知白バイ事件を解決する、そして脱原発、必ずや仕事ができる、そういう政治家になって皆さんの役に立つ、頑張ります。よろしくお願いいたします。このままね、まっすぐ行ってね、はい、餃子の王将とか、はい、餃子の王将とかローソンとかあっちの方行こう。わかりました、うん、止めて演説するところがあるはずや、明かりのね。どっち側行きます？左右やったら、あの通りですよね。うん、まあちょっとね、どっか交差点でね、演説ポイントがあったと思うのよ。はい、行ったらね、思い出すね。どうもお疲れ様です。藤島でございます。高知白バイ事件を解決する。そして、脱原発、藤島でございます。どうも、こんばんは、藤島でございます。どうも、こんばんは、藤島です。藤島でございます。高知白バイ事件を解決する。そして、脱原発、よろしくお願いいたします。藤島でございます。どうも、こんばんは。まあ、高知白バイ事件を解決する、その司法改革、そして、脱原発、エネルギー改革ですね。この2つを主軸に私に仕事をさせていただきたいというふうに思っております。藤島でございます。高知白バイ事件を解決する、そして、脱原発、藤島でございます。ありがとう。可愛らしい手を振っていただいて、本当にありがとうございました。ね、あ、気をつけてね、気をつけてね、大丈夫よ。はい、ありがとう。藤島でございます。どうも、藤島です。こんばんは、藤島でございます。そこや、この、あの、くるっと回ってサニーマートの角へ戻ってきて。わかりました。あの、東から。どうも、お疲れ様です。藤島でございます。どうも、藤島でございます。高知白バイ事件を解決する。そして、脱原発、藤島でございます。どうも、藤島でございます。お疲れ様です。藤島でございます。高知白バイ事件を解決する、そして、脱原発、よろしくお願いいたします。藤島でございます。どうも藤島でございます。この高知白バイ事件を解決するというのは司法改革のスタートだというふうに思っております。どうもお疲れ様です。藤島でございます。またね、落選かとか言われてますが、いやいや、最下位でなんとか当選をして仕事をさせてください。よろしくお願いします。藤島でございます。どうも藤島でございます。高知白バイ事件を解決する、そして脱原発、頑張ります。藤島でございます。どうもお疲れ様です。藤島でございます。どうもよろしくお願いいたします。藤島です。どうもお疲れ様です。藤島でございます。高知白バイ事件を解決する、そして脱原発、藤島でございます。どうもお疲れ様です。どうもお疲れ様です。藤島でございます。どうもお疲れ様です。よっしゃ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 。サニーマート側の角ってことですか？サニーマート側の角にね、はい、歩道があって、はい、黄色の点字ブロックじゃない点字ブロックのないね、スペースがあるのよ、うん、駐車場側に、はい、そこへね、ぴったり寄せたらちょうどいい演説ができる。
よっしゃ、信号信号、よっ、あったあったあった、周りが黒になったらね。よいしょ、まあでも立って演説もいいし。じゃあ、窓を開けて今みたいに手振ったら、ええのはええけど、風が口にもろに入って、はい、絶対喉が潰れる。一応人間なんでな、俺も。一応人間だからね。これ缶からどこだとしたの？これか。よいしょ。どうもありがとうございます。藤島でございます。どうもお疲れ様です。藤島です。まあ、待てない。どうもお疲れ様です。まあ、この白いの。お疲れ様です。藤島でございます。どうもお疲れ様です。藤島でございます。高知白バイ事件を解決する。そして脱原発。藤島でございます。こんばんは。こんばんは、藤島でございます。高知白バイ事件を解決する。そして、脱原発。藤島でございます。こんばんは、藤島でございます。黄色いあのほら、はい、車止めにくっつけるぐらいに行ったらいける。じゃあ、カメラをね、据え直して、またやります。ちょっとすいません、中途半端になったけど、一回切りますね。スーパーの前です。